もともとですね、不思議の海のナディアっていうのは、どんな作品だったかっていうとですね、あの、もう誰もこんなことですね、言ってな,ないんですけども、これ僕はこう思ってるという、僕だけの考えですよ。ダイコン3オープニングアニメのリメイクなんですね、ナディアっていうのは。え、いろんな場所に、ダイコン3のオープニングっていうのは、いろんな場所に女の子が行くと。で、後ろからロボットが追いかけてくると。で、そこでいろんな破壊が。 行われて最後その女の子は一人で立ち尽くして自分の世界で滅びた世界で呆然としながら大根に水をあげるとそこに宇宙船が出てくるというですね奇跡が起こるような話なんですよそこ大根に水をあげたから宇宙船になる理由はど何にもないんですねでもそれをやったことによってまるでストーリー全部がつながっているように見えるんですねこれ、多分その、山賀が、 と赤いが作ったストーリーラインなんですけど安野のですねおそらく DNA にものすごい刻まれちゃったと思うんですね。でナディアっていうのもえー、っとその ナディアという女の子はいろんな世界に行って、後ろからいろんな奴が追いかけてくるんですよ。でいろんな奴が追いかけてくることによって、その場では破壊しか生まれないんですね。それは、その乗ってる船もそうですし、一緒に乗ってる潜水艦もそうですし、ナディアが行く、そのアトランティスの基地なんかもそうなんですけど、すべてすべて崩れていくと。すべてすべて崩れていく。ナディアっていうのは死の女王みたいなものですね。すべてを破壊していくんですけども、そのですね、その、特徴的なのは、 安野秀明という監督はブルーウォーターに全く興味がないんですね。 シークレットオブブルーウォーターっていうのが不思議の名前の,のサブタイトルなんですけども、最後の最後までブルーウォーターというのは実は何だったのかに関して、庵野秀明はですね、最終回とか最終回の1回前にですね、1秒たりともです、ね、解説を入れないんですよ。これ最初からそうだったんではないんですよ。俺とか、まあ、あの、ちょっといろんなところで書いたんですけど、俺とかサ本ムととかですね、前田脇はですね、ブルーウォーターとはじ、実は何だったんだっていうストーリーをガーッと入れたんですけども、いや、それよりも、なんかこう、 登場人物が最後誰と結婚したかとかそっちの方には分数を抑えてですね「え <laughs> タイトルにブルーウォーターの日口って書いてんじゃん」って言ったんですけども結局その「アトランティス人」って何だったのかとかですね「ブルーウォーターとは何だったのか」に関して庵野秀明はですね全くこの興味を持たないんですね。でその辺がねすごい SF との差なんですよ。 あの、スティーブン・キングにトミー・ノッカーというですね、小説があって、えは、ー、るか昔に宇宙人が来て、で、宇宙人の宇宙船、UFO が地面に埋まってるって、で、その宇宙船の、宇宙人の宇宙船からですね、変な電波みたいなものが出て、アメリカの田舎町の人たちが次々と不思議な生物に変えられて、で、なんか宇宙人の宇宙船のために、 奴隷みたいになってる。洗脳みたいにされていくっていうような話なんですね。主人公はその近くにいて、その力を感じて、なんだろう、戦うというような話なんですけども、その、これスティーブン・キングの SF 小説って見えながらホラー小説なんですね。最後までそのトミー・ノッカーという存在が何なのかわかんないし、その宇宙人の目的が例えば自分の星に帰るためにそんなことをしてるのかとか、そういうようなことも書かれない。ただ単にホラーの素材として、 吸血鬼とかゾンビとかと同じように宇宙人がいて宇宙人が地球人の体を徐々に徐々に変えたら怖いよねっていう設定で使ってるんですけども、安野秀明にとっての不思議味のナディア、その中のアトランティス人とかですね、ブルーウォーターっていうのはやっぱり全てそのシチュエーションを作るための道具にしか過ぎないんですね。なんかその、SF はホラーに近いって言ったんですけども、貞子と同じようなもんでですね、あの貞子を殴ろうという人は、 あんんまりいないなですね。貞子って別にテレビから出てくる女じゃないかと思って殴ろうという人はいないそうじゃなくて不気味で怖くて絶対にかなわないものとして考えちゃうんですねであのナディアはダイコン3のオープニングアニメだというふうに言ったんですけどもなんだろうなダイコン3のオープニングアニメの中の ストーリーの破綻、さっき言った、なんで水を大根にかけた宇宙船になるんだみたいなものっていうのは、これはもう3分のミュージックビデオだからというふうなことで僕ら解釈してるんですけども、それをですね、30分ドラマを全39話かけてやる度胸は僕らにはなかったんですけど、安ノにはあるんですア安ノの中ではそんなことを書くよりは、それらを全てホラーとしてっていう言い方変なんですけど、富井の川的な 説明しなくてよくてて、よそれよりシチュエーション優先でキャラクターたちがどうやって振る舞うのかでそれら論理性っていうのをべて置いといて奇跡が起きる瞬間で人を感動させたいというふうに強く思うんですねあすごい変わった作家ですでエヴァっていうのが何なのかっていうのも考えてみたんですよでエヴァっていうのは 庵野秀明にとってウルトラマンだとこれいろんな人が言ってるんですけど、僕は思うんですね。